ゆりです。今日は珍しく電車で移動です。来たよ。最近はバス移動が主になってしまい、 MTR に乗ることは少なくなりました。 MTR は時間を読みやすいので、急いでいる時などには便利なのですが、やはり街並みを見たい私としてはバスを選択してしまいます。今日は孫恩泰駅から乗り込みます。202は MTR 新駅開業は大盛り上がりでお伝えしたツンマーラインの新駅だった孫恩泰駅ですが、今はもう普通に使われています。遺跡が展示してある場所は2021年の7月8月は大混雑でしたが、今はもう並ばずに見ることができます。台湾に着きました。乗り換えです。ツンマーラインと東鉄ラインの乗り換え駅ですが、空港なのではないかと思うくらい広々と作られています。個人的には奥の渡り廊下のところを使ってうまく乗り換えができるようになれたらいいなと思うところです。この広いコンコースが人でいっぱいになったのが2018年9月台風マンゴスチンの時、シグナルが午後の早い時間に解除されたので仕事に行く人たちがこの駅に集中しました。バスが普通になっていたり、また線路上も実は倒木があったりということで、電車に乗るのに3時間待ちでした。東鉄線に乗り換えます。東鉄線はかつては12両編成でしたが、ホンハムからガムチョンに線路が伸びるにあたり9両編成に変更されることになりました。香港島側でホームの長さが確保できなかったからと言われています。9両編成は2021年2月6日から導入、12両編成は2022年5月6日に引退することになりました。乗り込んでいるのはもちろん9両編成の方になります。2人掛けのシート、バスなどにもありますが、この横向き2人掛けはちょっと思った以上になぜ抵抗があるのでしょうか。座りにくい感じです。なおこちらは旧型12両編成のお写真。取り席もあったんですね。車両が新しくなって、なんとなく車内のスペースが狭くなったような気がします。先ほどのお写真は引退前日2022年5月5日にちょうど電車に乗られた方に分けていただきました。見返してみると確かにカメラを持っている方が多く写っていました。引退する12両編成の車両はイギリスメトロキャメル社製の車両。1956年5月6日の電化開業に合わせてデビューをしました。40周年の日に引退です。はい、他の駅に比べてプラットフォームが広いねと言っていました。なお今9両編成の車両が走り去っていきますが、12両編成の車両の映像もいただきました。以上、本日はただ電車に乗るだけの動画でしたが、いろいろタイミングも重なって12両編成車両についてお伝えできてよかったです。出口ではおじさんとのタイミングはあいにく合いませんでした。それでは八銀ゆりでした。